ったらつくのかな。自分目にしとけよ。お怪我はありませんか？大丈夫。それにここはあなたのエンスフェロン内よ。怪我という表現は身体に物理的な損害が加わった場合に用いる言葉で、この場合には。あのシオンさん。なぜあなたまでコスモスのエースフェローに？化け物じゃない、民間人。
ネ、無表情、ロリ、いろいろ取り揃えてきよったの。おい、渋谷は完全閉鎖地区だぞ。こんなところで何をやってる。ちょっとコスモス。ここは仮想空間ではなく現実の世界です。それってどういうこと？ですから先ほどの私の言動はこの状況下においては適切であったと考えられます。そこはいいから。じゃあここはどこなんですか？どこって言われても。何を言い争ってるんだ。おい、クノーシス。そんな、何もう我慢できない。お前、わかるのか？いや、多分そういうニュアンスかと。言ってろ。おい、ここは危険だ。避難するだ。そんな、ここはエースフロン内じゃ。さっきからわけのわからないことを。こいつらには攻撃が効かない。守ってやれないんだ。民間人を下がれ。お心遣い感謝します。シオン、ヒルベルトエフェクトを使用します。え、待って、コスモス。不確定な状況下では危険すぎるわ。現在の状況の方が危険であると判断します。シオンさん、私たちだけじゃなくこの人たちも危ない目に遭ってしまいます。さっきから一体何のことを話しているんだ。もう我慢しない。コスモス、ヒルベルト発動。了解しました。ヒルベルトエフェクト展開します。
きます。目標発見。また民間人が紛れ込んできおったのか。あの食い込み、どっかのコンパニオン？いや、身のこなしを見る限り素人じゃない。目視します。サンプルデータと 98% 一致。目標確認。死んだのエージェントアリス・レイジ。情報通りだな。隣の小さいのは？サンプルデータと 100% 一致。センコ・シャオムーと確認。では作戦を開始する。私は本部へ向かい、あの方と合流する。シンラのエージェント2人をこの町で足止めしつつ、データのサンプリングを行え。特殊エネルギー感知。サンプルデータの存在しない不特定多数の個体に関してはいかがいたしますか？任意で排除しろ。了解。サンプリング開始。第一種戦闘体制へ移行。任務了解。モード移行。応戦体制。
任務開始。作戦開始。待ちなさい。今度は何だ。千客万来満員御礼じゃの。え、ちょっとあなたたち、ここは閉鎖都市指定を受けた場所なのよ。何をやってるの。それはこっちのセリフだ。そいつらは誰だ。そしてあんたは。私はチュンリー、 ICPO シャドル特別捜査官チュンリーよ。シャドル、シャドルだと。任務遂行の妨げと判断、速やかに排除。判断同意、対象物排除。なるぞ、秘密結社シャドル、そこの強化兵士らしいの。過去壊滅したシャドルがなぜ俺たちを狙う。対象は明らかな敵意を持っています。迎撃を行うべきと判断しますが。状況が分かってないのに強気だな、この娘。閉鎖都市らしく化け物も出てきてるのね。それも相手にしないと。私が行くわ。容赦はしないわよ。覚悟して。特に問題はありません。イエス。作戦を実行します。続行します。作戦開始。
リング開始。攻撃パターン変更。私が行くわ。中央に踏み込めれば銃の片で行く。フォローはしようかな。調子に乗りすぎる。